体操の世界選手権で金メダルを獲得した富士市出身の芦川うららさんに市民栄誉賞が贈られました。今日、富士市役所に招かれ市民栄誉賞を贈られたのは富士市出身の芦川うららさんです。芦川さんは10月に行われた体操世界選手権の女子平均台で日本人女子として67年ぶりとなる金メダルを獲得したほか、東京オリンピックでは6位入賞に輝きました。こんなに素晴らしい賞を自分が受けることができて本当に嬉しく思います。芦川さんは市民の応援の声が頑張る力になったと感謝を示していました。